なんと最後の将ユリアは連れ去られた。ケンシロウを導いた山の不動もまたラオウの前に倒れた。何も残らぬのか、何も得られるのか。いいな、ケンシロウの心には確かに友の姓が刻まれていた。愛に準じ、義を貫き、仁に生き、死のぬくもりを追い、ひたむきに愛を目指し、ひたすらに時代を求めた友たちの生きた証が、我が最大の友にして偉大なる長兄ラオウよ、友との死闘で得た力を、悲しみを、希望を見よ。北斗神拳伝承者として生き抜いてきた剣を見よ。行こう、最後の勝負だ。今全てが終わる。長かった。最終はさらば友よ。言っておく、北斗神拳は無敵だ。ケン、待ってくれよ。私たちもついていく。上等だこれ。
死にたいやつ。前に出ろ。我らは剣王軍だ。逆らえば剣王様に逆らうことになるぞ。どうした？かかってこい。
力が本番よ。次に死にたいやつ、前に出ろ。私は剣王様より使わされたもの。剣王様はこの先であなたを待つと。国王、剣、これは？ラオウが呼んでいる。
デミーから来やがった。
その最後の戦いを見届けるのだ。北斗錬気刀座、やはりここを。ウヌの骨と北斗神拳1800年の歴史を葬るに、ここより他に場所はない。ラオウ、お前が天を握ることはない。野望と共にこの地に眠るがいい。俺が望んだ天とは貴様だったのかもしれぬ。最強の北斗を誇る者の名はラオウ。ケンシロウ、チリと砕けよ。できた。ユリア、初めて女を手にかけたわ。だがユリアの命が俺に無双転生を吹き込んだ。来い、名もいらぬ、光もいらぬ。このラオウが望むものは剣の勝利。
けてみよう。我が前例の剣を。天に滅せい、ケンシロウ。幸せに暮らせ。さらばだ、ケンシロウ。俺もまた天へ、時のもとへ帰ろう。このラオウ、天へ帰るに人の手は借りぬ。我が生涯に一片の悔いなし。この暴力の荒野は恐怖によって統治するより術はなかった。しかし恐怖による統治に真の安らぎはありません。統一を果たしたラオウは自分が愛を持つ者に倒され取って代わられることを願っていたので、私にはそんな気がしてなりません。あなたの生き様を胸に北斗神拳伝承者として生きよう。